斎藤祭はいかがでしょう。近頃はどのようにお過ごしだったんですか。すべてが順調にいくよう願っています。私のようにいつも何かしらの心配事を抱えることがありませんよ。あ、何でもありません。見ての通り、怪盗祭は非常に賑わうため、処理すべきことも多く、玉境内に戻って事務を手伝おうと思っていたのですが、行幸様から何日か休むよう勧められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない。仮説は友人と過ごすべきだと。しかし、竜神君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、意中の人はいるのかなどと、あれこれ聞かれることでしょう。ええ、残業の方がマシです。でも、言葉にしたら、少し楽になった気がします。その、私に付き合っていただき、ありがとうございます。怪盗祭はいかがでしょう。近頃はどのようにお過ごしだったんですか。すべてが順調にいくよう願っています。私のようにいつも何かしらの心配事を抱えることがありませんよ。あ、何でもありません。見ての通り、怪盗祭は非常に賑わうため、処理すべきことも多く、玉境内に戻って事務を手伝おうと思っていたのですが、行幸様から何日か休むよう勧められてしまいました。仕事は急ぐ必要がない。仮説は友人と過ごすべきだと。しかし、竜神君と一緒にいては、今年の仕事はどうだの、意中の人はいるのかなどと、あれこれ聞かれることでしょう。え？どうしてあなたまで？でも、言葉にしたら、少し楽になった気がします。その、私に付き合っていただき、ありがとうございます。